ちょっとしたきっかけが未来へ紡ぐ初めの一歩に、幸せの種。今回幸せの種をまいているのは、 IT 初心者ながらスマホのアプリをゼロから開発した若宮雅子さん。こちらが2017年、私が81歳の時に公開した iPhone アプリひな壇です。ひな人形をひな壇の正しい位置に並べるというゲームです。ひな壇は現在までに14万ダウンロードを突破。指先を使い、頭の運動にもなると人気に。お見事でいらっしゃいますな。アメリカのアップル社 CEO が最高齢のアプリ開発者として紹介したことも。若宮さんの幸せの種とは？年寄りが楽しめそうなものってないっていうことをよくこぼされたので、年寄りが喜びそうなアプリはやっぱり年寄りでないとどんなものが面白いかわからないということで、これを作りました。最近では七草がゆをモチーフにしたアプリ七草を開発。自分たち世代の使用者目線で音や絵柄も考案しました。若宮さんが未来に咲かせたい夢、IT 側も我々に近寄ってきて、私たちも IT の方に近寄ってきて、結ばれるとか、そういう形にしていくことがやっぱり大事なんじゃないかと思うんですけど。あなたの幸せの種は今どこに？